さあ、ロマサガーレースやっていきますということで、ただこの前放送やったばっかなのに、また放送がありましたね。今回アセルス編とね、西欧編。まあ、正直西欧はさ、この前来たばっかなのにね、本当に、すぐ前のスタイルをゴミにしていくやり方しますよね。そこがなんかダメなんですよね。もったいないですよね。逆に売り上げが落ちてっちゃうんでね。引く気なくなるじゃないですか。自分が課金やめた理由もそれが一番理由なんですけど。最新スタイルを引いてもね、すぐ数ヶ月後とかにさ、ゴミにされるんでね。まあ、そんな感じで。まあ、とりあえず、自分の本命はね、ですね。性能はあんま分かってないですけど。今日はそんなになんかガチャン的なものもあんまりね、そこまで強く感じないんでね。お楽しみは後日に撮っておきましょう。先に西欧編からいきます。いやもう西欧もこの前来たばっかなのにね。とっとえ。まあ、前のがいいっすけどね。まあでもいいっすね、4点。マリアもね、完成度高いっすね、4点。ニセギュスターブ。もう前回のニセギュスターブと今回のニセギュスターブの間に、本物のギュスターブっていたんすかね。もしそれがいなかったとすれば、間違ってると思う。ギュスターブはね、出すべきです。でも、サガシリーズで誰が一番好きかって言ったら、やっぱりギュスターブなんでね。ずっとなんか前のやつよりかっこいいっすね。3点。セオンのイラスト。まあいいっすね。3点。マリア。もういいじゃないですか。3点。ニセギュスターブ。この人ほんと多いなぁ。いい時と悪い時の差が激しいよな。2点。まあ性能は分かってないですけどね。まあもちろん一番狙いはセオンですね。2番手マリア、3番手ギュスターブ。そんな感じでいこうかな。まあね、280連爆死していこうね。課金しなくなって今のガチャルールは。マックス30連でね、何かしらの新キャラが出たらね、そこで終わりっていうルールです。まあ、最近ちょっとガチャン爆発してるんでね、あれなんですけど、果たしてどうなるんでしょうか。いきます。まあ、正直なんかちょっと燃え尽きた感あるんですよね。なんか、別に出なくてもいいかなくらいの気持ちになっちゃってるかな。なんかもう、なんか強いキャラクターはピンポイントで引きすぎていて。なんか燃え尽きた感がある、ガチャ。まあでも、妖属性のね、西欧はね、抑えておきたいですよね。さあ、10連目は安定の爆死です。勝負はここからです。うわ。いや、本当に無音バチバチ爆発がさ、もう記憶ないくらい見てないですね。ちょっと、自分の中でピコーンって結構絶対的な指標になってるんで。おお、持ってないやつ出た。初めてピックアップ外から持ってないやつ、初めてでもないけど。珍しく持ってないキャラクター出ました。毒最終防衛システム。いや、SS 出たけどね。これで終わりになっちゃうかな。まあ、新キャラじゃないんでね。最後、ラスト10連いきます。頼む。来い。ああ。またピコンなしのバチバチのみ。おお。このエレンは持ってるやつかな。待って、超古いやつだ。いや、珍しく SS 出てるのに新キャラ引けないっていうことになりそうっすね。頼む、もう一体。いやー、これは残念ですね。どうなんだろう、西欧どうなんだろう。ちょっと西欧の性能だけ見ていきますか。
まあ最大の目玉はこれですかね。ちょっと読めないですけど、戦いのなんとか臨戦っていうのかな、ちょっとわかんないですけど、まあ、レジスト攻撃を受けた時にめっちゃ硬くなりますよっていうね。まあどうなんだろうね、自分カタリナとかさ、最近だと最終皇帝女とか引けてるんで、まあ別にいいかなっていう感じはするけどね。まあ今の環境で別に必須級には見えないですけどね。まあ、だから全然気兼ねなくね、撤退できますね。本命はデスなんで、西欧編はね、これで 100% 終わりになると思います。本命はデスとパトリック。この2つね、イラストすごい良さそうなんで、見るのが楽しみですね。そんな感じで、どうもありがとうございました。